月料とは、講義には、毎月の支給、支出物一般を指すが、協議には、律令制下において、更新、教官に、毎月支給された食料を言う。演技式によれば、毎月10日に、在京の各監視が大上官に対して、翌月分の必要料を申請し、17日に、大上官は、区内省に対して、大乗官府の形で支給を、指示。 25日に主食は、大医療、副食、調味料は、大前食から支給された。米については燃料薄付き米、副食、調味料については、腸などが財源に充てられた。日本における月量の初期の状況については、不明な点が多く、また追加手当に相当するものとして、月間には、別途に、要激量を。 番上縦が別途支給されていたことが知られているが、大同4年に行われた改革で、溶撃量、番上縦の追加手当てとしての性格は剥奪され、月量、溶撃量、番上縦のいずれかを米で支給することになった。このため、以後三者を合わせて月縦という呼び方も行われることになった。だが、旧世紀後半になると燃料薄付き米のミシンが問題となり、 元業5年に先に設定された元業関連の一部を分割して、要激期を新たに設定、その収益をもって各監視の月量の財源に充てることとした。ありがとうございます。